안녕하세요. 하나네 하루 아빠입니다. 저 혼자 지금 촬영을 하고 있고요. 마스크를 쓰고 있죠. 눈치채신 분들은 이미 아셨겠지만 현재 9월 2일 날에 일본 출국을 예정을 하고 있는데 약 보름 정도 남겨놓고 코로나 확진이 되었거든요. 코로나는 아니겠지라고 생각을 했는데 다음 날 보니까 하나도 열이 올라가고 케이코도 목이 아프다고 해서 집에 있는 자가검진 키트로 검사를 해보니까 전부 다두 줄이 나오더라고요. 저는 이제 혹시나 해서 회사에 출근했다가 병원에 가서 이제 또 신속항원 검사를 했었죠. 했는데도 음성이 나오는 거예요. 그래서 지금 저만 음성인데 좀 많이 불안합니다. 많이 불안해요. 저까지 양성이 나오면 정말 일본에 갈수 없을 것 같아요. 저희가 일본 출국을 앞두고서 코로나에 걸리게 되니까 코로나가 이렇게 무서운지 진짜 실감하게 되는 것 같습니다. 이제 아파서 무서운 게 아니고요. 비행기 값도 그렇고 오사카에다가 숙박 그것도 다 예약을 해놓고 돈도 지불했는데 그것도 그렇고 이제 모든 게다 흐트러진 것 같아가지고 많이 불안합니다. 그래서 저는 오늘 지금 따로 자려고 준비를 하고 있어요. 안녕 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 안
여보 나 갈게. 아 갈게요. 私と花と春3人がコロナにかかってしまいました。実は春がこの週の月曜日に40度を超える高熱が出て急いで検査をしたんですけど、その時は陰性というふうに結果が出て、18日の木曜日に私はちょっと発熱をしてコロナのキットで検査をしたところ陽性反応が出て、花と春とジョンジェさんも一緒に検査をしたところ、花と春も陽性反応、ジョンジェさんだけ、陰性反応が出ました。それで今朝小児科に行って検査をしてきたんですけど、私は本当に軽い風邪程度で、そこまでしんどくはないです。で花もお鼻が詰まるっていうだけで喉も痛くなくて特に症状はない状況です。熱がちょっと微熱がある感じです。春は熱もなく全く症状もなくて、薬は春は飲まなくてもいいっていう風に診断されました。25日の木曜日いっぱいまでは自宅で安静にしているようにということで、外には出ないようにしたいと思います。ものすごく今心配なのが、9月の2日に日本行きの飛行機をもう取っているんですけど、 PCR 検査で陽性が出る可能性がすごく高くて、来週の隔離明けの26日に検査をしようと思うんですけど、大体その体の中のウイルスが完全になくなるまで2ヶ月ほどかかるということなので、すぐに結果が出る抗原検査では陰性が出ても PCR 検査で陽性が出る可能性が非常に高くて、そのまま PCR で陽性のままだともちろん日本には行けないので、来週までにしっかり体調を治して領事レターというものを準備をしようと思っているんですけれども、新型コロナに感染して回復したにもかかわらず PCR 検査で陽性となるため日本へ帰国できないケースがあります。陰性の結果の代わりに陽性の検査結果と領事レターで帰国できるように対応している領事館がありますとのことで、医療機関でこの人は完全に回復しましたっていう証明書と、PCR でこの人は陽性ですっていう証明書を持って領事館にそれを提出してですね、他にも必要な書類はあるんですけれども、でそこで領事館がこの人は大丈夫です、入国しても大丈夫ですっていう証明書を発行してくれます。時間がすごくタイトで25日まで隔離、26日の金曜日に病院に行って私と花と春が全て検査を受けて、翌日に結果をいただいて多分陽性と出るんですけど、その陽性の証明書をもらって27か28日の日曜日にメールで送ります。で領事館側が月曜日にそれを確認していただけると思うんですけど、ただこの領事レターを最近求めている方がものすごく多いそうで、発行に時間がかかるそうなんです。最大5日ほどかかるそうです。9月の2日がちょうど5日後なので、それまでに発行してもらえるかどうかがすごく心配で、もしかしたら領事レターが間に合わない可能性もあります。この動画を皆さんが見る頃にどうなっているか非常に怖いんですけど、
頑張って今は体調改善に努めたいと思います。出国間際にこういった同じケースで感染をされた方のためにちょっと記録を残したいと思うので、参考にしていただければ思います。もう本当にこれを見た瞬間血の気が一気に引きました。また飛行機書こうかな、日本に行きたいから